長崎県大村市。市内にあるこちらの建物は学校法人光耀学園光耀高等学校です。1924年に開校し、今年で100周年を迎えます。この歴史ある学校で副校長として勤務する元海上自衛官の高山雅美さんです。今回は高山さんに再就職先の職場についてお話を伺いました。学校法人光耀学園光耀高等学校副校長高山雅美です。特技は情報で、情報部隊における勤務が最も多かったのですが、防衛大学校や横須賀佐世保教育隊のような教育機関でも勤務させていただきました。最終配置は統合幕僚監部運用部という自衛隊の中枢で勤務できたことが、自分にとって大変勉強になり、良い経験であったと思っております。退官後に教育の道に進みたいという希望が叶い、生徒たちの明るい挨拶を受け、次世代の若者の成長を見守りながら、より良い教育環境の構築に日々携われることにやりがいを感じています。第一に転勤の多さです。全く違う職種ですが、再就職という感覚よりも、いつもの転勤という感覚で、自分で想像していたよりも違和感なく職場に入れたと思います。第二に心身の鍛錬をしてきたことです。自衛隊での厳しい訓練や分刻みの忙しさ、胃がキリキリするような会議や報告などの経験があったからこそ、なんとか頑張れるものと感謝しております。第三に教育隊副長兼教育部長の経験があります。当時司令をサポートし、教育隊内をまとめることに奔走していました。その際に様々な悩みを抱えた若者や保護者への対応したこと、他にも入隊式や球技大会などの行事を副長として経験したことが、今の副校長業務にとても役に立っていると思います。自衛官といっても様々なタイプがあり、一概に言えないという前提にはなりますが、企業にとって最も良い点は忠誠心の高さだと思います。自衛隊は指揮官の命令に忠実に従わなければ組織として成り立たなくなるため、各個人の高い忠誠心がベースにあります。忠誠心や帰属意識は、情熱を持って誠実に勤務すること、チームワークを大切にすることにつながりますし、ひいては企業の繁栄に貢献できることになるものと考えております。